おはようございます。釣り子 TV です。年末に何やら荷物が届きましたよっていうことでね、名前を見てみると、富士工業株式会社っていうことで、時期的にもあれじゃないかなっていうことで、早速ね、開けてみたいと思います。まあちょっとこの時期のお楽しみですよね。はい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 。あー来たー、じゃじゃーん。はい、富士工業の、2022年のカタログですね。じゃあね、ちょっとね、軽く中を見ていきますと、まず見開きにこういう感じでね、ロッドビルディングのこう匠の人たちがねずらーっと乗ってますけども、ロッドビルディング用品のね一覧っていうところから始まって、あ、これね自分も使っているんですけども、最新のですねスレッドですね、それとそのスレッドが簡単に巻けるこのイージーボビンホルダーなんていうね、こういったのがね、前半のところに載っていて、あ、フィニッシングモーターとかね、そういったこういう便利に竿が作れるよなんていうのもあって、最新のメタルパーツなんかも結構細かくこう載ってますね。で、このね、嬉しいのが、富士工業のカタログね、もうこれ、誰にでもできるロッドクラフトっていうことで、すごいね、わかりやすーくね、こうどうやって竿って作るんだよっていうね、こういうのがね、こと細かにね、載ってるんですよね。まあ、ここら辺もちろんインターネットでね、富士工業のホームページとか見ると、動画で見たりとか、あとは文字で見たりできるんですけども、まあ、そこでこの、なんだろう、この本があればね、ペラペラーってこう見ながらね、スムーズにロッド作りなんかもしやすいんじゃないかな。何よりもね、これ結構もう読み物としても面白いので、このね、富士工業のカタログね、その年その年のね、最新のね、ロッド作り事情がね、こうやって見ることができるんで、これはね、一冊ね、家にあってもね、絶対ね、これすごい、飾り巻きの、ね、ラッピングの方法とかもね、こんな、綺麗ですね、こういうのが載っているんだな。でもね、一番ね、ポイントになるのが、結構細かいサイズで、その部材のですね、大きさとかね、そういったのがわかるね。このガイドを、どれがどんなラインナップで売っているのかなっていうね、ここら辺がね、よくわかっちゃうっていうね、このカタログのね、富士工業のカタログのすごいところ、ね。まあ、こういった、ね、パーツセットがこうだよとか、あとは、ロッドをこさえる上で、先端からどれぐらいのね、間隔で、なんだろうか、こうガイドを設定していったらいいかなとかね、そういったのも、全部網羅されているね。これね、釣り具屋さんとかでね、もらえたらね、ぜひね、一冊家庭にあると色々と、便利じゃないかなね。はい、こちらね、おもむろに出てきましたけど、最近ね、こういう感じでね、自分でね、お好みのガイド、お好みのね、スレッドを巻いたりしてね、竿をね、ちょっとね、作ってみたり、そういった遊びをしているんですけども、これなんかはね、見開きの方にあった、イージースレッドの透明タイプ。あれがね、発売されていたんで、早速ね、ブランクスを買ってね、こう、巻き巻きしてみたりとかね。で、まぁ、こっちが、SICS のガイドをつけてみて、こっちにはね、チタントルザイトのガイドをつけてみてなんてね、こんな感じでね、ロッド作りをして、実際に釣りなんかをしてね、遊んだり最近しているんですけども、そんな時もですね、この、カタログがあれば、いろいろとね、想像を膨らませながら、楽しむことができちゃう。今回はね、このね、ロッド作るときはまだこのカタログが届いていなかったので、インターネットでね、富士工業のホームページを見ながら、各種ね、材料を取り揃えてね、ロッド
ットビルディング遊びをしたりしていたんですけども、ちょうどね、こんな感じでカタログが、届いたんで、この冬もねまだまだ 1,2,3 月とかでね、竿を作ろうかななんて思っているんで、最新鋭のですねセッティングはどんな感じなのかな、はたまたガイドどんなの使おうかなとかね、リールシート、どういうものをつけてみようかなって、ここら辺ね想像力をね膨らませながらで、あとこういう飾り巻きの方法なんかもすごいね、細かく書いてあるんで、まあ、ここら辺見て今回はね飾り巻きなんかもちょっと挑戦してみちゃおうかなとかね、綺麗ですね、そんな、妄想が膨らんでおります。で、今回ねせっかくね、こういった富士工業のカタログが届いたんで、実はねこのね1号機今年のね秋この城パターンでね、大活躍してくれたんですけども、これをねどんな感じで作ったかっていうのをね動画にまとめてみたんで、こちらもね、ぜひご覧ください。よし、ついにあ、もうすいません、これ見たかったんです。うわー、もう組み上がったんですか。早い。これ手作りスーパーベイトロッド、どうですか具合は。ビッグベイト用の、あ、それちょっともしぶら下げてみてもらえたら。ここに今100なんですけど、はい、100g しょって、そん、あ、結構強いっていうか、はい、ふわっと投げると一番無理にかかるところで折れるかもしれないから、少し垂らし気味にして、あ、重り船でしか使わないから、ルアー船べりから出しちゃってよいしょって投げる感じかな。優しく、動かして、はい、寄せるまでをメインに考えてるから、はい、投げにくいはちょっと投げにくいかもしれない。これはあれですよね、ブランクはマグナムクラフトの、そう、これはアマゾンシリーズの51143、51143、5フィート11インチの上限 43g って。へえ。で、長さがだから6フィート以下だね、5フィート11インチ、11インチ、あの船べりでそのアクションしやすいようなって感じ。下向けてやった時に水面に干渉しない、あ、感じ、もう自分でついにこさえちゃう感じになるんですね。そうだね、やっぱ売ってるのがやっぱどうしても破損しないようにって作ってあるから、はい、スラックで動かすのが上手な、こういうのが上手だけど、はい、キリコさん上手だけど、俺は結構竿の力で動かしたい、はい、市販の竿だと硬いんです、はあ、ルアーが強く動くと、ゆるゆるっと動いてくれないんで、下手くそなんで、いやいや、この道具に仕事してもらいたくて、ちょっとルアーに負けるティップの竿が欲しかった。で、こう男性のブランクス、まあ、軽く仕上がったやつに、原さんの仕様はステンレスの SICS、ステンレスフレーム、ダブルフットを先端まで配置して、トップ入れて、8個仕様で、ちょっと持ってみていいですか。軽っ。軽いでしょ。これを小一はさ、チタンでやれば、チタントルサイトでやれば、多分もうワンランク軽くなるし、はい、まあ、いいか悪いか分かんないけど、スレッドのコーティングをさ、はい、ギリギリまで薄くしちゃえば、はい、結構軽くなる、はい、まあ、市販のはさ、破損しないようにさ、はい、結構しっかり作っちゃうからさ、スレッドもでも綺麗に仕上がってるから、今度実調でぶっこ抜いてみるけど、はい、75とかは楽勝でぶち抜けると思う。しっかりかかってる。80センチをちょっと抜いてみてえな、いいか悪いか分かんない、口切れちゃうから、はい、うん、ありがとうございます。2キロペット持ち上げてみましょうね、どんな感じかね。
わーっと。うわー、厳しいかな。2キロ鉄道。うん。わー、でもいい曲がりですね。そう。うわ、2キロ。ブランクに干渉してるから、はい、ここまで曲げたくないね。うわ、すげえ。こういう。すごいですね。そうだね、意外とパワー。水からだったら余裕で2キロの魚は楽勝だね。うわ、折れる感じじゃない。でも結構曲がっちゃうね。でも強いですね。強い。こっからが強い感じ。こいつのは多分これ楽勝だよ。はい、うん、俺のはね、パワー全然重視してない。はい、なんだろう、出すまで頑張って、はい、抜くとかはあんまり考えないで、タモで行ってくださいって感じで、もう竿のその、ルアーのアクション出し重視の設計が原さんの今回の仕様で、うんうん、投げることと、うん、抜き上げるとかは、うん、なるべく注意してやるって感じだけど、こいつのは、はい、全然注意しなくてもできると。あと俺の場合ちょっと気持ち普段使いで原さんより少しルアー全体に大きいですからね。俺はなんかね、魚触りたいから若干小さいですよね。はい、いや俺も魚触りたいです。いやでもすごい仕様なんかね、全然これ2本はちょっと厳しいかもしれないけど、はい、でも思ったより曲がっちゃうね。うん、あんたら曲がるぐらいだったらバーンって投げれるけど、はい、ね、なんかこの人がでかくてやっぱりメガロック投げてえなみたいなった時に、はい、その感じで投げるとちょっとどっかが行くかもしれないけど、でもアクション出しやすそうですね。そうそうそう、ホワーンってやったりとか、はい、この最初のトンってやった時のクイックすぎないというか、あの水に絡みつくような、あの分かります、水押しアクションを出しやすいような調子で仕上げてた。ちょんってやった時の自走の距離が、はい、これの方が首振りの幅が緩やかに長くなるイメージでちょっと作ってみた、はい、というわけで小岩の名店バーフープに来ましたけども、今日の目的はこの原さんのスペシャルガオと一緒に注文していただいたあのブツを受け取りに、ね、ありますか。来たー、これいろいろ熟考した結果、釣り子 TV スペシャルはマグナムクラフトの Amazon シリーズの6060っていう、今の原さんの仕様よりちょっと張りのある、そうだね、もうちょっと重いものしっかり、はい、メガドックとかもバーって投げる、はい、これはちょっとメガドック投げてきて相当緊張するまあでも原さんの大好きなあのアマゾンペンシル中心に、はい、マグザラとか、マグザラとかジョイクロム178とかは、はい、一番なんだろう、魚触りに行きたいタイプの、はい、ビッグベイトを使いたい人はこれがいいんじゃないかな、これぐらいがいいんじゃないかなと思うんですけどね。まだ使ってないから、はい、使ってみなきゃ分かる。いきなりダーンと折れるかもしれない。はい、で原さん仕様のがステンレス SIC で、はい、自分のが一緒にちょっと買っていただいちゃったチタンのトルサイト。うわー、これなんこういう風に届くんですね。あ、セットのじゃなくてこれで。セットはないんだよ。すごいくわ。自分らのちょっと欲しい調子で揃えたらこんな感じで、ね、うん、でこの前ちょっと足りないやつさらにサバロでも買いましたもんね。そうだね、8をあと2個と、はい、トップガイドの、うん、8ミリの 2.2 だね、はい、ね、富士の最新の、チタントルザイトで、ちょっと自分の使ってみたい口径で全部、揃えてみました。888と10と12と、16と8が5個だね、はい、これであともうちょっとこの前追加で買い足して、あと仕様で、はい、
どうだろう、 PE の4号をすごいメインにする人は、はい、もしかしたら 5.5 とか落としてもういいかなと思うんだけど、はい、ガイド小さくするメリットってそんなになくて、そうですね、糸張って当たり感じたければ竿の感度は上がるかもしれないんだけど、トイッチするときとかはこの糸を踊る幅がガイドリングの中に意外とあった方がうまくできたりするかな。まああとリーダー組んだ時のそのリーダーの抜けとかも大きい方が絶対、うん、トラブルが少ないし、感度じゃなくて目で見える釣りが、はい、これはあえてそんなに小さくしなかったし、あとは6号まで P ライン想定したらこのサイズがいいかなと思ってとりあえず巻いてみて、まあ、使ってみて、はい、ちょっとやりづらいなと思うんだったら、はい、一段落としてもいいかなと思って、やっぱりここはオールダブルフットでいきたいってとこですよね。そうだね、シングルさすがにないかなって、うん、結構いろいろトラブル、でけえ青物来ちゃったりするから、はい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 、はい、その時は竿を曲げ込むからさ、はい、で糸強いからさ、ちょっと強気でいっちゃった時はやっぱシングルだとねじれたり、うん、そうですね、そう結局考えたんだけど、スパイ右ハンドル左ハンドルどっち使うか分かんないから、はい、スパイをやめたんだけどさ、はい、思いっきりやるとやっぱベイトロット所詮ねじれちゃうからさ、はい、シングルフットないよね、シングルのメリットなんてちょっと軽くなるぐらいだから、だったらタフに作んないと、だからダブルラッピングまではしてないよ、はい、ダブルフットだけだ。結構マグナムクラフトのブランクで差を組んでいる原さんがちょっと差を作ろうかなっていう流れがあったので、それに自分も一丁かみしてちょっと気になってたブランクスと、あとは自分はこのトルザイトを、でもうとにかく軽く仕上げて重いものをブンブン投げる、そんな差を作ろうということで一緒に買ってもらいました。はい、じゃあいっぱい飲んで帰りたいと思います。はい、終わったと思って暗いうちに行って魚探でこの城の群れ見つけといて、で開けた瞬間にダッシュかけて速攻でも逃げるように帰るっていうプランで行ったら、魚探忘れて、あこれ終わったと思ったらすごい鳥山立って、ああ目で見えちゃうんですね、結構一面赤根浜のあたりが鳥山になってて、日曜日なんてプレジャーもめっちゃ多くて、全部すごい、全部入れる、うわーそう、それすごいね。はい、改めてね、今回竿作りに準備しているもの、まずねこれ手前からリールシートはですね、富士工業の TCS のサイズが16というものを選んでおります。自分手が小さいので、一番小さいね、16という番手、この上にね17、18っていうね、サイズがあるんですけども、16というサイズで選んでおります。で、グリップはですねこれジャストエースの EVA のものですね、これで準備してみました。でセパレートとかにはしないでストレートグリップで組もうかなと思っております。でこれがねそのグリップ部分ね、今回このグリップ部分にこの、ブランクス部分を、合体させるですね、まあワンアンドハーフというね、そういった仕様に仕上がるかなというところで、はい、でね、ガイドのところ見ていきますと、富士工業の最新のトルザイトガイドね、これをふんだんに使ってみようということで準備してみました。サイズが上から、16、12、10、8、8、8、8、8とトップガイドっていうね、こういう組み合わせで準備してみました。まあこのね、ガイドの数に関しては何個にしようかなっていうね、この、8ね、ふんだんに揃えてみたので、もうちょっとね減らしたりするかもしれないんですけども、ただトルサイトガイドでね、ガイドの数増えてもですね、結構軽いんじゃないかなっていうことで、準備の段階ではちょっと多めに準備してみました。であとね、ちょっとしたメタルパーツを3つほど
でグリップエンドね、どうしようかなって迷ったんですけども、圧縮コルクのですね、グリップエンドを準備してみました。せっかくこういう状態なんでね、各パーツがどれぐらいの重さなのかね、まあ、せっかくなんでちょっと測ってみようかなっていうことで、まずこのグリップエンドに使おうと思っている、カーボンパイプが 31.9g ね、31.9g で、こう乗るかな、ちょっとバランス取って、で、ブランクスの部分が 40.3 って出てますね。合わせて 72.4g。 まあガイドとかつけてないけどね、めっちゃ軽いですね。はい、で、まあね、これからこの EVA は切るんですけども、 EVA なんかはこれだけで 50g ほどありますね。 49.9 って出ましたけども、これはねもうちょっと短くねカットして使う予定で、でこのリールシート分 30.8g って出ましたね。まあ、ここら辺のがどんどんね、足して足していって竿の重さになると思うんですけども、圧縮コルクグリップは 13.1g。 メタルパーツはちょっと1個だと表示されないけど、メタルパーツはね、合わせても 1.4g ほどっていう感じかな。1.4 から 1.3g とかね、そんな感じですね。で、ガイドね、これちょっとトルザイトガイドを、これ全部乗せしたらどんぐらいなのかちょっとね、測っときますかね。はいはいはい。まだね、反応しないですね。こういうね、すごい感じの綺麗なね、ケースに入ってるんですね。8番高級ガイドですよこれ、ね、いやー、これがね SICS とかにするだけでだいぶね値段も抑えられるんですけども、まあ自分でね、好きなもの使って作ってみようっていうことで、今回はですね、贅沢にトルザイトのね、チタンフレームのものをね、選んでみましたよ。竿の曲げてね、使っていくなんていう風に考えたら、曲げるためにガイドに重さを持たせるために、SIC の S で、フレームをステンレスとかにしてね、それで持って仕上げてくってのもねいいなと思って、それはね、原さんが作ってるバージョンなんかそういうバージョンで組まれてるんですけども、まあそれとね、差別化じゃないですけども、どういう違いがあるのか、まあ原さんの完成したバージョンなんかと自分の完成したバージョンなんかね振り比べて投げ比べたりしてね、それでまた、違いなんかも見ていけるんじゃないかなということで、今回釣り子 TV スペシャルの方は、全てねチタンフレームのトルザイトですね、高級仕様のですね、ガイドで準備してますと、いやーこれ一個一個ねすごいね梱包されていてね、期待感が上がりますね。はい、これで最後かな。じゃあね開けていきますよ。トルザイト、ね、チタンフレーム、ほい、どうでしょう。おー、どうなんだろう、ちょっと比べるものが今ないからね何とも言えないですけど、これだけの、ガイドの数があって結構大口径なガイドだったりしますけども、5.7g って出ましたね。これはどうでしょう、非常に軽いんじゃないでしょうか。まああとね、トルザイトのガイドっていうことで、こういう内径がね、大きめに取れるっていうね、ガイドのところはね、チタントルザイト富士のね、最新鋭のガイドで揃えて、5.8g、これをね、このブランクスに乗せていきたいと思います。はい、まずはね、これ EVA をちょっとね、2の長さに切っていこうかなということで、
ターだよ。あーすごい。はい、長さを切って、一応パーツを組んでみると、こうなって、ここに銀色入れてみようかなってなって、で、これが入って、はい、メタルパーツとかもつけてみて、仮組み、はい。グリップはね、こんな感じのグリップでいこうと思います。ほいで、ね、このわかります？微妙にちょっとだけね、隙間が空いてるんで、ここをね埋めていきますが、マスキングテープですね。マスキングテープをはい、なんともカラフルなステッキになっちゃいましたが、はい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 、こういう感じで、中をちょっとね、ふかふかにならないように準備して、ただ、これだとこの紙にね、接着してるってだけの状態になっちゃうから、ここでこの接着剤でね、瞬間接着剤でここら辺を固めていきます。この瞬間接着剤を塗っていって固めていきます。はい、プライマーもかけて、乾きましたね、グリップ部分。うん、カチカチ。はい、これ二液性のエポキシですね。これを使ってね、これ90分で硬化開始のものですね。こう開けていくと2つね入っているんで、もうなんでもないね厚紙に、そうですね、グリップこれ結構使うからどれぐらいだろう。なもんあればどうかな、まあ、足りなかったらまた作りますということで、2つ目、ね、この2つをよく混ぜ合わせることによって固まり出しますよっていう、まあ同じ長さずつね、出せばいいんじゃないですかっていうことで、こっちもちょっと手が少ないから等量ずつね、出してよく混ぜましょう。2つが合体すると強力な接着剤、まあ強力って言っても何ていうか、この衝撃に強い、そういう接着がねできるんですよね。だからこういうグリップ周りとかちょっと力のかかるところに、この二液性のエポキシをね使うことによって、あとルアーの補修に使ったりとかですね、結構いろいろ使えるんで、で5分硬化のもの、30分硬化のもの、90分硬化開始のものとねあるんで、その用途に合わせて選べばいいんじゃないかな。こうとにかくね、ここの混ぜが失敗するとなかなか固まらないなぁなんていうことも起こり得るのでね、ここはよーく混ぜちゃいましょう。塗り込んで、じゃあまずグリップ部分からおいで、ここをケチってもねしょうがないというか、ここ
ケチってあんまり接着がうまくいかないとね、長く使ってる時の不良の原因になっちゃうので、メタルパーツ入れて、メタルパーツ入れて、で EVM、ここでこう隙間とかにも馴染むようにね、ねっとりと入れ込んでいきます。ちょっと結構この時点で結構最後下行くまでに余分な心配性をつけすぎなやつを使っといて、でねメタルパーツとか入れたい場合は忘れずに。で、いよいよグリップ部分ですね。これを、ニュー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 ニね、これで今接着したんで、安定させるために塩をこういう感じで、これで乾燥させます。おはようございます、釣り子 TV です。ロッドを作っておりますね。グリップ部分が、完成した、まあね、組んで乾いたよっていうところでちょっとね今ね、触ってみてるんですけども、なんかねちょっと好みの感じにできたかなっていうことで、まあポイントとしてはね、ここねリールシートなんかサイズが選べるんですけども、富士工業のねこれね16番っていうサイズですね。通常結構17とかが多いみたいなんですけども、自分手が小さいんで、16っていうサイズでこうギューッとね、握り込めるんではないかということで、16にしたのと、あとはね、ストレートグリップで、まあなんだろう、ちょっとね力が入りやすいようにこうグリップ部分をね長めに作ってみましたよっていうのと、まあグリップエンドはね好きなのいろいろ選べるんですけども、圧縮コルクねこんな感じにして、ちょっとね飾りのパーツも、配置してっていうことでできました。はいね、グリップ部分完成っていうことで、いよいよねこのブランクス部分の方ね作っていこうかなっていうことで、まあガイドを取り付けていくっていう感じですね。はいね、こういう感じでグリップジョイントの竿になっておりますが、まずはねこのスパインっていうね、背骨みたいなのを探し出さなきゃいけないっていうことで、こうまあやり方はいろいろあるみたいなんですけども、こうね竿をこうしならせてやっていくとね、
コリンコリンってこうねすごいね反発ね感じるところがあるんですよね。はい、の反発したとことそのなんていうかな反発する2箇所ぐらいコリンコリンってあるのの安定しないところ安定しないところに、印をつけてでそのこのね下側のところの上にねガイドを乗っけていこうかなっていうね。まあスパインについてはもういろいろ詳しいね説明の動画とかねジャストエースとかいろいろなとこで見ることができるんで、それでね探ってみてもらいたいんですけども、まあこうなんだろう均一じゃないよってこうカーボンね巻いていく過程でできるそのカーボンの端っこのところですね、そこのところとかがこういうね竿の背骨になるよスパインになるよっていうねこういうね話があるんですけども、でこう後ろにちょんちょんとねマークをつけて見えるかな、ちょっとね白い印をつけてでその上にこれね、ガイドを乗っけましたよっていうねそういう状態なんですよね。このガイドを先に接着しちゃえば、まあ、あとはそれにまっすぐこうねガイドをつけていけばいいかなっていうことで、はい、まだね、すっぽ抜ける状態なんですが、今回ねまあ自分でこういろいろね作れるよっていうことで、あのね高級なね富士のチタントルザイトガイド、これでね準備してみました。 SICS のなんだろう、ステンレスのねもの、これなんかをね使ってみようかなって当初は思ってたんですけども、まあ、今回はちょっとね短め軽めっていうねこういうね餌を作ってみたくて、自分はですねこのガイドね、もう最高級なねチタンフレームのトルザイトガイド、これをね、各種用意してみましたね。通販で買ったりね、あと足りないのはねあの日本橋のサバロに買いに行ったりして、全部揃えたんですけども、あどうなることかっていうことで、はい、で、どんどん進めていきます。だいたいねなんだろうガイドをつけるところ方向は決まったので、まあ工具箱から、はい、グリップの部分はねこのね90分硬化のものねエポキシで作ったんですけども、こっちのトップガイドのところはねこのクイックファイブね、これでいこうかなっていうことでエポキシで5分で硬化開始するよってね、まあちょっと早めに固まるよっていうやつなんですけども、開けてみるとこのね2つね A 剤と B 剤っていうのが入ってるんで、これを同じ量ね、出して混ぜてこれでね、接着剤として、ね、くっつくようになるよっていうことで、今回はね、トップガイドを取り付けるだけなんでちょっとだけ出してねやっていこうと思います。こんな感じで同じ量ずつね、出してこれをよく混ぜていきます。このね混ぜが足りないとね、接着しなかったりするんで、ここはしっかりギシギシに混ぜていきます。ちょうどいい針金があるんで針金でねっとりと入れ込んでいこうかなと思います。こっちのブランクスの方に一緒に、はい、でしっかりとこう、ね、接着されるように入れ込んでいきます。はい、トップガイドのね、接着が完了しました。じゃあねこのトップガイドから、任意のね長さを測って、でガイドをね、つけていきたいと思います。はい、取り出したるは携帯電話ね、これ富士工業のホームページなんですけども、まあ富士工業のカタログなんかがあればそれに事細かにね、記載があったりするんですが、今の時代
こうやってね、スマートフォンで手軽にですね、ガイドセッティングについてのですね、情報を調べることができちゃうんでね。で、こう、いろいろなコーナーがあるんですけども、富士工業のホームページで、自分なんかが参考にしているのがですね、こういうね、事細かにね、どういう釣り物でね、どういうガイドセッティングかってね、こういうね、コーナーがあるんで、今回はね、まあ、ビッグベイトロッドって感じなんで、バスロッドの、ベイトのセッティングですね。こういう感じでね、どれぐらいの間隔でつけたらいいよっていうのがね、こと細かにね、記載されてるんで、これを参考にですね、いこうかなっていうことで、6フィートのね、ガイドでいきたいんで、こんな感じでね、6フィートだとこれぐらいの間隔でガイドを配列すると具合がいいよっていうね、これを参考にね、ちょっと取り付けをしていこうと思います。はい、一応言われている通りにセッティングするとこんな感じなんですが、これだと元ガイドがちょっと近すぎるかなっていう感じなんで、微妙にここら辺は目測でね、まあ竿の曲がりもありますけども、ちょっと調整していった方がいいのかな。もしくは1,2,3,4,5,6,7,8,9 個仕様に今してるんですけど、8個仕様でもいいのかな、ね、原さんなんかはね、これちょっと、ガイドの数少なめで組んでみたよね、それでいい具合だったよなんていうのもあるんですけど、一応ね6フィートの竿で、組むとこんな感じのバランスかなってね。そうですね、これでじゃ あやってみようかな。いやー、ちょっと元ガイド近すぎる。ちょっとねバランスしてね、ここら辺で、まあ、ガイドセッティングっていう話ですよね。ちょっとずつ寸詰めてもいいのかな。はい、ガイドの取り付けが終わりました。いや、慣れてればねさっさっさって付けられると思うんですけども、ちょっとね久しぶりだったんで、綺麗に巻く抜いてまとって、まあでもねいい感じで巻けたんじゃないかなっていうことで、ここの各々のね長さなんかもね、しっかり、記録を取って、いきたいと思います。で、マスキングテープがね、これこういう感じでついてるんですけども、このガイドフットから、なんだろう、巻き始めの位置、これを、ね、まあ変なところちょっと細かくて、統一したくて、こういう感じでね、そのスレッドの巻き始めの位置を見誤らないようにね、こういう感じでマスキングテープがついておりますが、まあこれはね、コーティングの時に取ってしまいます。結構ねやっぱりガイドを取る材とねふんだんにね今回、使って組んでいるのでね、
思ったよりね、ちょっとやっぱガイド法多すぎかなみたいなね、感じになってしまっているので、まあ、これはこれでちょっと試しに使ってみてね、もう一個減らしぐらいでもいいのかななんてね、思うんですけども、ただトルサイトガイドね、すごい軽いガイドっていうことでちょっと多めに乗っけてもね、そんなに重量が重くならないのかなとかね、まあ、何事もちょっと試してみないとわからないので、今回はね、全部乗せ、ね、準備したトルサイト全部ね、つけてで巻き巻きしてみました。こんな感じで巻いてみております。見えるかな。やっぱね、なんだろう、あ、この時点ではね、だいぶ軽いですね。で、ガイドがしっかりね、まっすぐついているかを何度も確認して、それでね、コーティングにしていきたいと思います。ここら辺もね、焦らずね、ちょっとね、もう違和感があったら、何度でもね、微調整して、ここの段階だったらまだ微調整できますんで、気になるところはないかとかね。あ、大丈夫かな、大丈夫だと思います。結構ね、こう全部盛りでつけたから、ここのガイドからバットガイドからね、そのグリップまでの距離がちょっと短いかなっていうのが気になるんですが、まあここら辺はね、グリップのところは事前に完成しているので、まあ、これでコーティングしてこんな感じのね、竿になります。で、ここにね、なんだろう、コーティングした時にグリ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 ずっと回り続けるね、これを準備したので、これでこのブランクスを回しながらね、エポキシを塗り塗りして、で、乾かしていきます。でね、今回は3回ぐらい塗ろうかな。最初にちょっとこのスレッドを固めるために薄めにね、染み込ませるので塗って、で、そこから徐々に、乾いたら重ね塗り、乾いたら重ね塗りして、そんでもってこう厚みを出していくっていうね、こういう工程に入ります。で、しばらく回してみてね、こう、何かトラブルがないかね、確かめて、はい、じゃあね、コーティングに移っていきますが、これね、乳液製のエポキシ、あとは、そうですね、で、エポキシをね、入れるこういった、こんなのね、100均とかに売ってるんで、買っておくと便利です。で、これをね、1対1で入れて、よーく攪拌して、筆で塗っていくと、こういう工程になります。はい、ね、泡も落ち着いてきたようなので、じゃあ早速ね、塗っていきたいと思います。染み込ませるように。はい、というわけでね、完成しましたよ。グリップを組んで、で、富士のチタントルザイトのガイドをね、みっちりつけて、でね、エポキシでコーティングしてね、綺麗にコーティングの方も仕上がったので、まあ、結構ね、長いね、時間ね、乾かしたんで、もう、実調に使えるんじゃないかなということで、改めましてなんですが、まあ、こうグリップで、ついでいる仕様になっております。で、こうついてですね、チタントルザイトのガイドがこんな感じでね、コーティングまで終わったんですけども、ピン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 
品っていう感じでね、組まれております。まあね、ちょっとねデコボコしてるところなんかはあるんですけどもね、こんな感じでね完成っていうことで、でね、想定している釣り物なんですけども、このねちょっとなんだろう、プランクス部分がね比較的短めっていう仕様で、大型のまあトップウォータープラグとか、あとはもう手元でこう常にアクションを入れ続ける釣り、これにいいんじゃないかなっていうのと、あとはねブラックバスでも同じくまあビッグベイトと、あとはこうちょっとショートキャストでね、素早いテンポでこうパン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 ってやっていくジグストとか、あとは近距離のカバー打ちとかね、結構ね剛竿で、太い糸までね、使えるような仕様にしているんで、これでまあちょっとジグをカバーのとこに入れ込んでガンってね、釣ったりとか、それとかまあいろいろねせっかく作ったんで試してみようと思うんですけども、まず想定しているのは、まあ、この白パターンでね大きめのルアーに反応するですねシーバスとかを狙っていこうかなっていうね、こういう感じで、まあ、このグリップの方ね魚がかけた後にね、パワフルに楽ちんにファイトするためっていうことで、こういうね、長めの、グリップを組んでいるので、シーバスでまず使ってみてですね、あとは冬場の何ですかね、ジグ&ポークの釣りとかでもね、試してみようかな、あとは、真冬の、リザーバーのですねビッグベイトゲームなんかも、ちょっとこういう短いやつで仕掛けていくねビッグベイトの釣りの時に使ってみようかなと思います。はい、というわけでね、こんな感じで出来上がりましたね。で、重さのところですね、はい、ちょっとねこれまあチタントルザイトで組んでいるんで、どんなものの重さかね、これねちょっと測っておきたいと思います。はい、じゃあね重さの方測っていきます。これで乗っければバランスここら辺かな。はい、166.1g って出ましたね。全体の重量は 166.1g でね、このねロッドの特徴なんですけども、結構ねこれねグリップの方がねほとんど重さを占めてるんですよね。このグリップだけ抜いた状態で置いてみると、グリップだけで 118.3g って出ましたね。結構ね丈夫めな作りにしてあるつもりです。でグリップだけでね 118.3g っていう重さになっているので、なんだろうか、まあここを例えばコルクにしたりとかセパレート化したりとか、はたまたまあちょっとそもそもねこれを短く仕上げたりすることによってもうちょっとね軽くすることはできるんですけども、今回はねこのグリップの長さね、個人的には欲しかったんで、これによってね脇でね力強くね保持して、ちょっと大きめな魚なんかもね、どんどん釣れたらいいなっていう仕様なんで、ちょっと長め丈夫めにこうグリップ部分は作ってあります。はい、でね案外このブランクスの方がね軽いはずなんで、ちょっと測ってみますね。はい、ブランクス部分は 47.8g って出ましたね。富士のね最新のチタンのねトルザイトガイドを、乗っけているので、このねブランクス部分は結構ね軽く仕上がったんじゃないかなっていうことで、まあ結構ねこうリーダーの糸抜けなんかも考えてね、デカめの内径のチタントルザイトのガイドをこういう感じでね、ふんだんに使っておりますね。これね、ほんとね、ブランクス部分すごい軽いんですよ。こういう感じで。ちょっとバランス取って、48g ほどっていうことですね。はい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 。ね、こういう感じで、で、この上と下を組み合わせて、まあ手元にね重心が来るようにって、そんなイメージで作った感じですかね。166g ほどということで数字が出ております。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、巣ごもりの時にね最適な、まあ、ロッドビルディングね、これでこんな竿を作ってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。
はい、というわけでね、この1号機ね、チタントル材とで組んで、作ってみた竿なんですけども、まあね、そんな感じでこの冬のね寒い時期、こういったカタログをね、片手にお酒でも飲みながら、理想のロッドをね、想像してみたりしながらね、で時間が空いたタイミングで、ガイドラッピングなんかをしてね、春のハイシーズンに向けてお好みのロッドを作ってみてはいかがでしょうか。多分ね、いろいろな釣り具屋さんでね、富士工業の、2022のカタログってないのなんて言ったらね、あ、ありますよなんて言ってね、手に入ると思いますので、ぜひねお近くの、釣り具屋さんに、駆け込んでみてください。はい、ありがとうございます。あー、ちょっとやばいかな。あー、しゃしゃしゃい、あー、元気、秋の元気を作ってほしいです。これマジでこれは欲しい。コーラ、ビールも何でも。ダメか。あざーす、あざーす、イエーイ。ヒュージペンシル行きました。いやー、どうすか、ドン。完全止めはたまにだけど、ありだと思うんだよな。おー、横飛び、おーしゃ。いや、大丈夫大丈夫。ごめんね。あー、すみません。じゃあ俺後ろ行っちゃいます。ごめんなさい、止めらんない。おい、イエーイ。はーい、マニアックスの檻からバンディット来ましたよ。いやー、全部太いっすね。ねえ、いい色ですね。結構何回も出て出て、で、竿は今作っている釣り竿ロッドね、これアクションしやすくて軽快にできてます。癒しの早朝。おっしゃ、来た。バレないように気をつける。あ、ありがとうございます。ダウンスワン、いきなりありがとうございます。綺麗な、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。ダウズワン来ました。具合のいいルアーですね。ダウズワン飲み物説できるかやってみたいと思います。ちょこちょこね、テーブル探査してたらダーン。じゃあまずこいつは逃がしてあげて、こんな感じの釣り子オリジナルロットですね。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。富士工業の2022の、カタログが届いたよっていうところと、ね、富士工業のね、いろいろな部材を駆使して、こんな感じでね、釣り竿を作ってみたい。こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。